湯豆腐を東西南北からつつく。湯豆腐を東西南北からつつく。大高小の区です。豆腐を鍋で煮るだけの手軽な料理ですが、簡単にして奥が深いのが湯豆腐。まず、鍋は土鍋を持ち、出汁の昆布を敷いた上に豆腐を沈めて煮ます。 魚の切り身や春菊などの野菜を入れることもありますがやはり豆腐と薬味だけというのが湯豆腐の本来の姿この句のように大勢で鍋を囲むことこそ湯豆腐の一番の楽しさではないでしょうか